大変やな、いろんな人のいろんなものなんやけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょい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 、逃げるな逃げるな、おい。あいな、ひとまずゴルドン酒場の設計図が完成したな。完成はめでたいし、今すぐ仕上げに入ってほしい。だがしかし、その前に。聞いたぜ、ダイヤモンドを手に入れて三鏡のコテをひらめいたって。しかもそいつはゴルドン用の装備品らしいじゃねえか。まったくビルダーってのはどこまでもすごいな。それがあればメドーサボールとも戦えるぞ。ゴルドンが戦ってくれるってこと？こいつは俺が渡しておいた古びた公式の出番が来たみたいだ。戦いの前に三鏡のコテを作ってくれ。ふんふんふん。三鏡のコテはダイヤモンド、金のインゴット、そして古びた鉱石で作れるんだよな。完成したら早速ゴルドンに装備させてやってくれ。結構メインになって戦ってくれるってことかな。三鏡の作れんやないかい。あと一ついるんや。早く。ん？受け取れる受け取れる。ってことでこれで一個作れるね。はい、オッケー。三鏡のコテを手に入れた。よーし、オッケー、作ったよ。でこれをゴルドンに、はい、これを装備してくださいまし。おー、あいな、それが三鏡のコテか。俺のために作ってくれたんだな。ありがとう、これでペロのために戦える。早速俺に渡してくれ。はい、渡します。よーし、それじゃあいつものように思いっきり来い。投げつけるわけですね、また。いけ！めっちゃ回転までさせてね。どう？あ、そういう感じなんや。なるほどね。三鏡のコテ装備できた。これで石化攻撃防げる。これでメドーサボール戦える。おー、もう準備万端。あゆな。やっぱりものづくりいい。昔の島の人たち、成功を追い抜いて鉱石掘った。けど、鉱石が欲望と争い生んだ。でも、俺人間信じる。人間夢見ないダメ。人間物作らないダメ。メドーサボール倒せば、きっとペロの石化溶けるはずだ。その時来たら頼むぞ。了解。まあ夢はね、見てなんぼだよ。ゴルドンのやつ、バッチリ三鏡のコテを装備できたな。これでメドーサボールとも戦えるぞ。メドーサボールがゴルドンから奪った力を取り返せれば、島にゴールドラッシュが戻るだろう。メドーサボールは教団から派遣されたこの島の総督だ。奴を倒すことが島の解放にもつながるぜ。ところでだ。設計図は全て完成したはずだが、何か足りない気がするのは俺だけか？知ってるぜ、アイナ。お前さんのことだ。何かとっておきを考えてるんだろ？さあさあ、もったいつけず、早いとこゴールドの酒場を完成させてくれ。この島とペロを救うためにな。何？何作るの？これからまだ。ゴルドンヘッド。金とダイヤモンドで再現したゴールドマンの頭部。え？そんなものを、なんだい？アイナさん、ビルダーたるあなたのお導きで、ついに最後の設計図も組み上がりました。しかし、私だって気がついていますよ。酒場の完成にはまだ何かが足りないと。さあさあ、教えてください。最後に何を作るおつもりなんです？今のとは別の？なんと、ゴルドンヘッドをてっぺんに取り付けて酒場の象徴にするですか。なるほど、このためにダイヤモンドを必要とされていたんですね。ではアイナさん、早速金とダイヤモンドでゴルドンヘッドを作ってください。さあ、いよいよ酒場の完成です。ゴルドンヘッドを作って目印の場所に取り付けてください。一緒やったさあ、ということで、ゴルドンヘッド、あ、これや、作れる作れる。これを酒場のどこ、てっぺん、どの辺ですかね。ちょっといまいちよくわからないんですけど、ちょっと待ってね、向かうので。え、どこを取り付けるの。あ、ここ壁に取り付けるってこと？そういうことか。ちょっと待って。え？どうやってあ、そっか、なるほど。足場を作って、
間違えた。足場を作って、で、ここに取り付ければいいということですかね。え、でっか。そういう感じ？あ、なるほど、そういう感じ。足場いらんわ。ちょっと待って、足場とか全くいらんわ。ちょっと待って。びっくりするんやけど。はい。ちょ、余計な足場。壊して。あ、しまい込んだ。ちょっと待って。どこ行った？ゴルドンヘッド。あれ？あ、こっちのページか。2ページ目もできとったよね。はい。ってことで、このゴルドンヘッドを、どの辺？この辺？あ、こうか。は。うわぁ、やばい、こういう感じ。え、ちょっと待って、はしご？え、はしご潰されたんですけど。てか、いつの間にどこから湧いた？アイナさん、ついにゴールドン酒場が完成しましたね。あ、目の部分がダイヤモンドや、すげえ。え、やば。え、はしご潰されたけど。いいの、それは。どうやって登ってくるの、あっこに。すごい、めっちゃ豪華や。これをね、全然私、ほぼ関係なく、みんなで作ったんやろ？さすがすぎるわ。あれもしかしてゴルドンの腕ってこと？この左側のやつ。そういうことや。なるほど。いや、素晴らしいね。この酒場、なんだか俺に似てる。そうよ、ゴルドン酒場やもん。そうか、これは鉱山の守り神である、ゴルドンさんに似せたバーなんですね。まさにゴルドン酒場だ。え？みんな何のつもりで作ってたの？これはメドウソボールも黙っちゃいられないでしょうね。血相界で地下から飛び出してくるわ。まあね、自分の好きな人を模したババアとかね。そして襲ってきたところをみんなでぶっ倒せば、ゴールドの力も戻って、ペロの石化を解いてやれるわけだな。ってことはそろそろ来る？アイナさん、お恥ずかしながら今まで私は魔物が来ても怖くて逃げ回っていました。しかし、これからは私も戦います。誰あろう、娘のペロを助けるためなら、命なら惜しくはありません。ペロちゃんのためだもの、私も魔物と戦うわよ。おばさんもう逃げないわ。おいらも戦うぞ。おいら魔物恐怖症だけど、ペロ助けるためなら何でもするぞ。フィアンセであるペロを助けるためだ。俺も筋肉なんか捨てる格好だぜ。大変やな、いろんな人のいろんなものなんやけど。僕もやります。マイスイートハニーペロさんを助けるために。お前たちいい異性じゃないか。ペロのためにみんなで暴れようぜ。ってことは、3人分武器が増えるってことかな。あ、やってきた。動こう、みんな敵の気配だ。来たんじゃない、これは。来たっぽい感じがするぞ。やっぱり相変わらずあれやろ、震えよる人たちはおるんやろ、おらんの、どうなん。もしやみんな向かった？そんなことはないと思うよ。ほら、震えよる。ということやから、よし、挑んでいこう。アイナ、金ピカの酒場に引き寄せられて、魔物どもの軍勢が迫ってきてるみたいだぞ。間違いない。メドウソボールの気配もあるぜ。こいつは狙い通りだな。だがまずは、配下の魔物どもが攻めてくるみたいだ。順番にぶっ潰してやるとしよう。そういや、アーマンやアラクレドも戦うって言ってやがったな。あいつらに武器を装備させておけよ。さあ、どうだいな。魔物どもを蹴散らす準備はいいか？オッケー。よし、それじゃあ早速、人暴れするとしようぜ。俺もやるぞ。魔物倒して、ペロ助ける。よっしゃ、行こう。バトルスタート、モンスターを倒せ。よーし、前よりも強化されたはずやけんね。みんな行くよ。待って、お腹が空いて力が出ない。サボテンステーキを食べまーす。はい、オッケー。あ、なんかもう終わりかけよるな。あれ、いない。はあ、もう部屋がすげえ破壊されてんだけど。壊せ壊せ壊さないで。
やめてやめて、痛い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 。じゃあ私キノコの方やっつけるわ。あ、こっちの方がほらすぐやっつけれそう。やめてよ。カーゴン様万歳。かわいそうにそんな言葉を残して死んでいくなんて。あ、もうキノコいないの。痛い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 。やめてよ。これ私の方向向いてんな。やめてやめて。あ、これは回転くる。はい。はい。オッケー。待って、回転するね、こいつ。はい。みんなちゃんとそういうのをね、見て離れてるのがすごいよね。あ、まだそこにおった。いやー、待って、こいつはあれやろ。ちょ、待ってね。こいつは私じゃないとダメージが与えられない。ちょ、いって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 。やめてよ、ちょっと。いやー。まあね、私が唯一攻撃を与えてくるやつだからしょうがないんだろうけども。つらい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 。いや、だってね、まだね、みんなはあれやん。全然途中で寝たりとかできるけんいいけど、私寝れないから戦いなされてる。だから要は、食べ物以外での回復ができないから。やばい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 。何その光。いや、つけたー、やったね。さあ、あとちょっとだ、あとちょっと、頑張ろう。あ、待って、そっちにもいるのね。びっくりした。死んだかと思った、寝たんか。ごめんね、そいつ私じゃないとやっつけれないの。はいはいはい、ダメージ与えていきます。危ない危ない危ない。いやー怖い。おっとおっと、またしても眠る。あー、みんなの体力が危ない。キャー、待って待って待って。あっと、私はちょっと上手いこと避けんとマジで体力が危ういという時に寝る。やめて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 。危ない。普通に吹っ飛ばされる。おし、オッケー。あと5匹よ、あと5匹。さあ行くぜ。聖堂に追ったモンスターたちと同じような感じやね。結構これ周辺まで攻撃範囲があるのはいい感じよね。お、あとドラゴンだけじゃない？え、違う、2匹おるよ。あ、危ないよ、私の体力が。ちょ、待って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 、危ない危ない危ない。ドラゴンの肉とか結構回復するんじゃない？どうよ。サボテン果肉、ちょ待って、これ取り出して。びっくりした、何が来たんかと思ったやん。やめてや。普通にやめてや。ふう、お、やっつけた、ありがとう。私が料理中に、お、レベルアップ。アイナたちのレベルが18になった。やったね。なになになに、お、新たなレシピ。鉄の鎧、鉄を伸ばして繋いだ鎧。やった、防御力が上がる。バトルコンプリート。今の回で一緒にメドーサボールが来るわけじゃないんや。アユナ、よかった。メドーサボールの配下の魔物たち倒したぞ。気配がするぜ。次はいよいよメドーサボールのやつがお出ましみたいだな。アユナ、俺に乗って戦え。石化攻撃防ぐ三日神の小手、お前の方がうまく扱える。メドーサボールの石化攻撃、三日神の小手なら防げる。俺をうまく動かして弾いてくれ。さあ、戦う準備できたら俺の肩に乗るんだ。と、その前に私たちで壊れた建物を修復します。少しだけお待ちください。お、拠点がほぼ元通りになった。よっしゃ、オッケー、行くか。よしよし、うまく乗れたな。メドーサボール倒してペロ必ず助ける。俺たちなら絶対できる。さあ、シドのところに行くぞ。よいしょ、潰しそう。シドを潰しそう。ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。
いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。